ダブル8とスーパー8の違い。右側のように 16mm フィルムに2つのタイムラインを撮影し、現像後に分離するのがダブル8である。左ダブル8の上映用フィルム、右スーパー8。ダブル8はスーパー8及びシングル8規格が登場する以前から存在した 8mm 幅の上映用フィルムを用いる小型映画規格のレトロニムである。 1932年にコダックが初めて発表した当初にはシネコダック8と呼ばれた企画であり、その後も単に 8mm フィルムと呼ばれた。撮影用には特殊な 16mm フィルムを使用し、左右片側ずつを撮影し、現像後に縦に分離して、上映用の 8mm フィルムを撮る方式である。 アメリカ合衆国ではレギュラー8及び、レギュラー8ト、mm、ルフィルム、イギリスではスタンダード8及び、スタンダード8ト、mm、ルフィルムとも呼び、ドイツとヨーロッパ諸国ではノーマル8とも呼ばれ、日本語においてもそれに対応する。左スーパー8、右ダブル8の上映用フィルム。穴の大きさ、画面の大きさがそれぞれ異なる。灰色の線が、サウンドトラックであり、 その位置も異なる。このフォーマットは1932年にコダックが開発したシネコダック8として始まった。1923年に同社が導入した企画である1 6ト、mm、ルフィルムよりも安価、かつよりポータブルな企画として開発されたものである。W8 用の生フィルムは1 6ト、mm、ル幅のフィルムである。1 6ト、mm、ルフィルムと 同一サイズのスプロケットホールを使用し、両サイドに沿って倍の数の穴が開けられている。撮影する場合は、W8 用の撮影機にスプール巻きで充填し、フィルムの片側を露光させる。片側が撮り終わった時点でもう片側を撮影できるように充填し直し、もう片側を露光させる。現像後、フィルムを縦に裁断して2分し、 1>, 1フレーム 4.37mm×3.28mm、mm、サイズの画面を持つ 8mm 幅の上映用フィルムが出来上がる仕組みである。W8 フィルムのスプールサイズは25フィートの長さ用で、現像後には50フィートの上映用フィルムになる。通常の撮影、上映速度は秒間16コマ、上映時間は約4分である。シネコダック8 後に W8 と呼ばれるこの企画は発表と共に成功を収めたがスプールを一度撮影機から取り外しひっくり返す作業が必要だという往復撮影の手順には多くの問題が残ったこの手順は経験の浅いユーザーにとっては極限的なものでフィルムの端に曇りが入るのを防ぐために直射日光を避けて行う必要があったさらに撮影 現像、裁断を終えて完成した、上映用フィルムの途中、6フィート分については、往復入れ替え部分を中心として、バースト的に色をこうしてしまうのが特徴である。1960年代初頭には、秒間18個までの撮影、上映の新基準が導入され、撮影機、映写機には、速度チェンジができる機種が現れた。1965年には、 コダックがスーパー8、富士フィルムがシングル8という新規格を発表した。いずれもフレームサイズが従来よりも50%拡大し、いずれもカートリッジに 8mm フィルムがあらかじめ充填されており、撮影機にカートリッジを入れるだけで済む手軽なものであり、ダブル8が必要とした往復撮影のための作業を廃した新規格であった。従来の 8mm フィルムのフォーマット、すなわち、ダブル8の地位は、急速に、スーパー8にとって変わられた。もちろんダブル8にも利点はある。ダブル8においては、カメラに付属する部品であったフィルム圧板が、スーパー8においては、カートリッジに付属する形式になったことで、画像の安定度が落ちている。シングル8の圧板は、ダブル8同様に、カメラ側の付属部品である。 ダブル8撮影機の高級機ではフィルムの逆回転が可能であり単純に多重露光やリゾルブが行えるがこれはスーパー8では不可能であるシングル8でも逆回転は可能であるスーパー8ではスプロケットホールを縮小することで画面サイズを拡大したがその反面フィルムが避けやすくなってしまったシングル8では ポリエステル製の強度の大きいフィルムを使用しており、この点についてもクリアしている。バウアー88バイト。16mm フィルム用撮影機、シネコダックのハーフカメラ的な新製品、シネコダック8として生まれた、ダブル8規格のための撮影機は、その後、ボレックスが1938年に、ボレックス H-8、1942年に、 ボレックス L-8 を発売、16mm フィルム用撮影機を製造してきたカメラメーカーが、それに並行してこの小型映画の新企画に対応し始めた。コダックのブローニーエイトキーストン撮影機、ベルワンド、ハウエル、ドイツのバウアー等が製品を製造販売した。日本製の W8 撮影機は、1955年、ウリュウ世紀の シネマックス8、エルモ社の、エルモ 8A であった。1956年、ベルハウエルが、自動露出を初めて組み込んだダブル8用撮影機、エレクトリック I200 を発表する。1964年に、日本のエルモ社が発表したエルモズーム8トルコリラは、電動式ズームレンズ、自動露出、専用マガジンによって、従来の25フィートを4倍する。 100フィート撮影を可能にした。コダックの他にも、日本のエルモ社が、早くも新企画がスタートした、翌年の1933年に専用映写機、ハヤブサ号、16mm フィルム及び 9.5mm フィルムとの、兼用映写機、薬信号を発売している。米国のベルハウエルも、1934年に、新しい映写機を導入したが、これは、 同社が同年発表した生フィルムの段階ですでに 8mm 幅に裁断されているストレート8というフィルムのための撮影機、フィルムストレート8のためのものである。2008年新製品として製造、販売された大人の化学製品版 8mm 映写機はスーパー8、シングル8のみならず、ダブル8の現像済みフィルムも映写可能である。 コダックの W8 用のフィルム生産終了品。アグフアのモベックス撮影機用のフィルム生産終了品。かつてはコダックをはじめ多くのフィルム製造会社が製品を製造を販売していたが、1990年代にコダックが製造を終了して以降は製造販売する企業も製品も限られている。日本では レトロエンタープライズが販売を行っている。コダックはダブル8についての純正現像を終了している。米国のドーエインズフォト、ドイツのビットナーシネテック、アンデックフィルムテヒニック等、多くの現像上が2012年1月現在も現像を行っている。日本国内においては、レトロエンタープライズがカラーリバーサル、白黒リバーサルともに現像を行っている。 ありがとうございます。